はい、お疲れ様です、山です。メタルギア2、ソリッドスネークやっていきましょう。前作の、メタルギア1ではないか、メタルギアから3年後に発売されたゲームですね。まあ、グラフィックがめちゃくちゃ進化してますよね。同じハードなんですけど、ね。で、まあ、こちらも、前回と同様、メタルギアソリッド3、HD エディションについてきた、なんで復刻版でやっていきたいと思います。さあ、オリジナルの難易度で。お？うわー、かっこいいねー。こちらスネークで、左がね、あのスネークですね。若かりし頃の、なんですね。で、まあ、140.85、おなじみのね。相変わらず時間通り。そうね。オペレーションイントルード、FO14 開始。君の任務はザンジバーランドに潜入。拉致されているチェコの生物学者、キオマルフを奪取すること。今回の新兵器、動体反応センサーのスイッチを入れてみよう。うわぁ。はい。まあ、めちゃくちゃ喋るよね、こっから。すごい変わったよね、3年で。何があったかってぐらい。はい。自分を中心とした旧画面分の言い方も面白いよね。はい。そこ、今作から、敵に発見されたら、まあ、メタルギアでおなじみのなんか、警戒モードだけ、ああいう感じのやつに移行するんですよね。奥歯に発信機が埋め込まれている。了解。はい。ねえ、だいぶ変わったよね。まあ、物は一緒なんですけど。物というか、一緒ではないか。おー、大佐。これまで見たアクション映画のことは忘れよ。はい。キャンベル大佐ね。そうだそうだ。今作から、匍匐移動が可能になるんですよね。しゃがんで、こうか。相変わらず殴れると。何もない。ねえ、スネークは、どうしてかこう、あなたの健康を損なう恐れがありますので、水石に注意しましょう。どうしてかね、こう、タバコをね、毎回持ち込んじゃうんですよ。何を持っていくなって言われてんの。じゃあやっていこうか。もう一回なんかある。うん。あ、まだ、そこら辺は、ええか。で、まあデザインがね、進化はテイストというかね。テイストというかもう、早っ。早い。早い。突っ込まれたし。あ、これ終わったかな。顔がちゃんと動くんだね。殴ったら。はい。はい。速攻見つかったんだけど。最悪じゃん。なかなか難しいね。なんていこうか。まあ、右上にマップが出てるんで、それ見ろよって話か。さあ、とりあえず右上行こうか。左上でもいいんだけど、どっちにしようか。まず右からね。なんか、なんだろうね。全体的にこう、サイバーパンク感がすごいね。今作どうなのかな？湧かないんだ、もう。前作は、例えば、こういうね、トラックに、
レーションがあれば、ま、乗り降りすればまた復活したんですけど。おぉ。よいしょ。本作はそれが、歩幅前進を有効に使いフェンスの切れ目から戦術オーバー。うわー、入れる。入れちゃう。戻ろうか。あ、敵いるね、この先。はい。で、どうなんだろう。潜入ルートは複数あったりするのかな。ない感じかな。あー、びっくりした。くれ、あ、やべえ、あっち行った。で、今作から敵のね、視界が良くなってんですよね。前作はもう真ん前しか見てなかったんですけど、今作はどれぐらいか忘れたんですけど、忘れたというか知らないですね。知らないですね。ちょっと広いですね。どうやって起きるんだ。で、怖えな。来てるな、めっちゃ来てるな。めっちゃ来てるな。こんな難しかったっけ、最初から。はい、はい。顔をビンタしていくみたいな感じ。いや、難しいんだけど、こんな難しかったっけ？あれ？これは大丈夫だよ。え？ダクトから入れちゃったりする？あ、やべ。あれ？どうすんだ？ボス、あ、ボスじゃない。でも、待って。140.38。今一瞬ミラーって見えたよね。おそらくあのミラーだと思うんだけど。もう一回聞いてみようか。140.85。あ、違うな。傭兵や敵兵器に関することは、傭兵上がりの情報やジョージ・ケスラーに聞いてみろ。以前うちで、いや、これちょっと待って、今、違うな。どうしようか。140.93。93。38だっけ、さっきの。クジラ料理のお店のことなんか聞くなよ。あ、え、最初のやつミラーだよね。38だっけ。ああ、違う。なんだっけ。ああ、あった。載せてくれてるサイトがあったんだよね。これ一回聞き逃したら終わりだよね。終わりなのかな。戦うべき時は戦う。倒すべき時は倒す。戦場とシューティングゲームの基本だ。めっちゃ喋るじゃん。で、多分最初に教えてくれたのが、ミラーの話だと思うんですけど、まだ応答しないね。おそらく、まあ、おそらくあの人ですよね。あのミラーで間違いないと思うんですけども、間違う。ケスラーが、応答しない。まあ、まだ大佐だけっすね。というか、どっから入るんだ、これ。っていうか、ああ、そこか。長いね。立って、立って、そうそう。オッケー。じゃあ、こっから入るのか？でいいのかな？こ
多分見つかるんじゃないのかな。ちょっと待つか。あ、いけるね。すげえ。お、まあ弾薬言うてもね、武器がないからね。正面からの潜入は不可能だ。通風口から潜入せよ。オッケー。どこ？通風口なんてあった。あ、やべ。や。あ、戻ってった。通風口こっちにないよ。あっちか。あれか。やべ、来た。お、ハンドガン。アメリカ軍用正式ピストルとして採用されているオートマチックピストル。サプレッサー装着可能。お、これ持ち方がサブマシンガンだけどね。アサルトライフルが。これ今出たら見つかっちゃうから。いやでもここら辺はもうね、これはこれで新しいよね。前作はもう、ね、わかんなかったけど。弾薬、あ、30ね。右に出てるね。うわぁ。俺、これもやってはいるんですよ、一応。ただ、全然覚えてないよね、本当に。やったのかな？うわ。ロード画面だ。さあ来ました。なんだこの次世代感。ほい、ホーリーホワイト、かわいいね。ジャーナリスト、いや、なんかレジスタンスっぽいけどな。あ、潜入してるんだ。 140.15。ザンジバービルの構造は地下2階、地上4階建て。はい。B1 は武器弾薬庫。すげえな、めっちゃ教えて、なんか無線が豊富だよね。で、ちょっと戻って、あそこ見てみようか。すげえな、ロード画面が入るんだ。左行けたよね。あ、もしかしたら出口かな。外に繋がってるだけなんじゃないかな。あーだね、この左下から降り出ると外に出ちゃうよね、多分。弾薬、ここは何もできないね。外れ？外れだね。さあやっていこう。潜入にだいぶ時間かかったな。じゃあここ入れないよね、おそらく。入ってもなんか敵のマークあるしね。危ない。殴るとバレるんだよな、音で。バレるというか、なんかこう、お？みたいな。どうしようか、これ。どうすべきだ？どこに消えんだ？お？どこに消えんだ？行けるとこ、総あたりで行こうか。前から人が来てる。左行ってみようか。一回エレベーターね。危ない。うわ。あ、やべ。
完璧に出ないとダメなんだ。ダメか。バレた。レーション。どっか隠れられる場所がないと。やべえな、難しいな。俺もよくやったよね。本当クリアしたのかな。下入れるね、ほっぺ。あんまり意味はないね。どうしようこれ。積んだんじゃない。早いって。隠れてない、隠れてないね。もう難しい。はい、あ、死んだ。じゃあここからやり直していこう。これどこ行ったらいいんだ。まずはどこを目指せばいいんだ。大佐ミラー。あ、じゃあミラーに聞いてみようか。お。どうした。で、まあ、このマスターミラーっていうのは、教官なんですよね、フォックスハンドの。で、まあ、なんだっけ、尊敬の意思も含めて、マスターミラーって呼び方をしていると。で、本名はマクドネル・ミラーでいいのかな。で、アメリカ国籍と、日本国籍、両方持ってるのかな。ハーフなんですよね。で、日本名がカズヒラなんですよね。だからまあまあ、あのカズでいいと思いますけども。どうなんだ？バレないか、これ。これ下から左に行った方がいいんじゃないかな。どうなんだろう？バレないのかな？やっ。優秀じゃないのゴジラ。どこ行けんだ。とりあえず武器は持ってるけど、サプレッサーがないと意味がないからね。お、大丈夫だ。 OK、 入れない。もう早速迷ったんだけど、エレベーターでとりあえず地下に行ってみる？入れる場所ないもんね、他に。じゃあエレベーターに乗って地下をね、目指してみようかと思います。このまま行ったら危ない。多分乗れると思うんだけど。乗れないわ。あ、乗れた。これで下行ってみようか。地下になんか武器とかなんとか。え、下行けないんだ。大丈夫かな。
めっちゃ足音するやつじゃん。やべ、敵がめっちゃ来てる。むずいぞこれ、このゲーム。どうすんだ。敵来てる、来てる、来てる。うわ、めっちゃ来てる。ちょ、待て待て待て、めっちゃ来てんじゃん。レーション。嘘、いない。危な。とりあえずカードがいるよな。カードあった。カード1。いや、難しいぞ、このゲーム。まず1で、装備しないとダメなんだね。レーション B1、B2。あ、双眼鏡。双眼鏡が、うわ、来てた。双眼鏡があれば、マップをね、またいで、うわ、下にもいる。どうしよう、これ。多分来るよね。うわ、避けらんないんだ、これ。来てる来てる。どうする？待ち合わせするよね。歩きができないもんね。ほら。もういいや。行っちゃえ行っちゃえ。OK。はい。どっか行け、どっか行け。あ、来てる来てる。いないよ。怖い。弾薬。上から来るよね、多分。どう動くんだお前は。来てるな。OK。こいつも来てる。一掃できるのかな？できたら話は早いんだけど。あ、で、双眼鏡で見ればいいのか。こっち見てるな。はい。これじゃ入れない。でもここで見るものは終わりかな？多分そうだね。じゃあ、戻って、開けられる場所がないかもっと見てみましょうか。戻ろう。早く。あぶね、めっちゃ来てた。え、上行けんの？ただよ。はい。あ、これで地下に行けるんだ。はいはい。右のエレベーターでさっき来たんで。うわぁ、これもまた広いな。どうすんだ、これ。あ、来た来た来た。ん？赤外線ゴーグル。今はいらない。ちょい。OK。おう、弾薬。持てない。レーションが欲しい。じゃあ、ここはよくって、下か。いけない。いけないわ。じゃあ戻るか。じゃあ1階でなんか死ぬ感じ？
すげえな、なんか同じハードで作られたもんとは思えないね。一個飛び越えてんじゃねえのみたいな。ほい。じゃあ、あ、来てる来てる。じゃあ、この上側に、またこのまま行くと危ないな。行ける場所があったから、オッケー。あー、降りないとダメなんだ。そうだ、どうしようか。あそこね、あそこが、待って、なんか来てる。早くね、補充。あーい、バレた。バレた。隠れないと、早く隠れないと。お前を倒して、お前を倒して。これダメだよね。入れないね。あー、その危険、この状態だからっていうのもあるか。やばい。OK、 じゃあもう一回ね。でね、多分ね、さっきは危険モード、モードが警戒モードだから入れなかったんじゃないかな。いや、関係ないな。おー、近い。いや、入れないわ。え、じゃあどこ行くんだ。